はい、どうも、くまさんです。今日のニュースはこれということでですね、テレビ局さん、できればTBS さん、TBS さん、僕の今日の動画がですね、フェイクだと思いましたらですね、ぜひ抗議の声を上げてください。もしですね、フェイクだと思ったらですね、もう抗議の声を上げてください。はい、なんかね、最近ですね、テレビ局がですね、やたらとネットメディアを攻撃しております。はい、ネットを使ったインフルエンサーまで攻撃しております。なんと個人まで攻撃しているとですね、とんでもない事態が起こっているんですけど、これですね、なんとこれ中国共産党と全くやり口が一緒ですねというですね、お話なんでございますね。最近ですね、ご存知の通りですね、テレビ局がですね、ネットメディアをめちゃめちゃ攻撃しています。特にですね、保守界隈ですね、ネトウヨの皆さんがですね、よく見てらっしゃるインフルエンサーとかですね、YouTube チャンネルをですね、もうやり玉に上げてめちゃめちゃ攻撃してきてるんですよ。この間の TBS 見ました。この間の TBS ではですね、なんと虎ノ門ニュース、虎ノ門ニュースをですね、これフェイクメディアのですね、これフェイクニュースのですね、題材になっているかのようなこの取り上げ方をしていてですね、これ見て、これ何気なく見ているその情報が政治的な目的を持って意図的にねじ曲げられているということでですね、こんなテロップを流した瞬間にですね、これね、ほら虎ノ門ニュースを流していて、で虎ノ門ニュースにですね、これね、ナザレンコさんがですね出ていてですね、ウイグルに関してはお話をしているところですよね。これね、これ見て、これ58万回も表示されちゃってるんですよ。もう大人気の動画でございますね。ここをですね、これね、はい、何気なく見ている情報が政治的な目的を持って意図的にねじ曲げられているっていうですね、これね、フェイクニュースの代表格のような形でね、これね、紹介しやがったんですよ。で、これを見たですね、ナザレンコさん、ブチ切れております。はい、テレビ局さん、自己紹介お疲れ様です。政治的な目的を持って意図的に情報をねじ曲げることに誰よりもお詳しいですもんね、地上波が、ということでですね、はい、思いっきりで皮肉っているんですけれども、これね、まさにその通りなんですよ。でね、これね、みんなよく考えよう。これね、たかだかネットメディアをですね、テレビ局がこんなに攻撃することって今まで絶対なかったんですよね。これは虎ノ門ニュースの例なんですけれどもね、これ有名どころで言うと、これダッピさんの問題ありますよね。ダッピさんですね、なんとですね、なんだっけ、ヨシフ、ヨシフがですね、なんとダッピさんの会社までね、乗り込んでいってですね、ここがダッピの会社だということでね、動画まで上げちゃうというですね、これでも、これってさ、違反なんじゃないの？確かですね、これね、誰だ、コニタンがですね、こうダッピさんがのね、こうね、情報を取り寄せたわけですよ、情報開示でですね、情報開示をしたわけなんだけど、この開示した情報っていうのはですね、開示された側がですね、不利益を被らないようにですね、慎重に取り扱うことが必要だ、ということをね、明記されてるんですよね、法律に。それをね、一切ね、それをですね、気にせずですね、ヨシフの野郎がですね、写真を撮りに行ってですね、居場所をですね、もう全世界の方々に告知してしまうってですね、もうとんでもないことが起こったんですよ。こんな許されます？こんなの許してたら、ね、もうネットで僕たち好きなこと何にも言えなくなりますよ。何にも言えなくなるよ。で、今はですね、これ、ダッピさんはね、まだね、法人でございますから、まだね、社員さんいっぱいいるしですね、だから個人の顔写真を載っけたりとかしたわけではないんだけど、この状況を許してるとですね、多分ね、個人も攻撃され始めますよ。間違いなく。僕とかまだ、僕なんかヘッポコプーだから、全然だけれども、実際ね、これもうそういう動きがあってですね、まあ、クロスさんがですね、やられたじゃないですかね、女子大生が大好きな米山隆一でしたっけね、女子大生にお金を払ってですね、恋をしていたという、なんかよくわかんないことを言ってるですね、米山隆一さんがですね、これね、クロスさんをですね、なんか訴えようとしているという話もあったじゃないですか。でね、もっとやばいのがですね、これね、及川さんなんですよ。及川さん、今ですね、二度目のバンを食らっております。で、一週間までございます。もうあと数日で復活されると思うんだけれども、及川さん実は今やばい状況になってるんですよ、皆さん。気づいてらっしゃらない方いると思うから、僕はあえて言うけれども。YouTube のチャンネルっていうのはですね、3ストライクまでは OK なんです。あ、2ストライクだ。2ストライクまでは OK で、3ストライクになったらですね、アウトなんです。チャンネルがバンになるんです。で、ストライクって何かって言うとですね、今ね、及川さんが食らってるみたいですね、1週間チャンネルをバンされる。これで1ストライク。そして今回2回目のですね、バンを食らったんですよ。つまり、及川さん今2ストライクで、次、及川さんのチャンネルに何かがあった場合、及川さんのチャンネルが YouTube 上から消えます。消えるんですよ。すべての動画も含めて全部消えるんですよ。及川さんの重要な動画が。わかります？今ね、そんな感じでですね、個々人も徐々に追い詰められてきてます。間違いなく。で、僕もね、僕 YouTube っ子だからね、いろんな方の YouTube を見るんだけれども、政治系 YouTuber 全体的にやばくなってきてます。はい。でね、今ね、多分ね、ご本人は気づいてらっしゃらないかもしれないんだけれども、ちょっとまずいなっていう風になってきてるのが、実はね、パイセンのね、ランキングでも常に1位にいるですね、カッパ園長。カッパ園長もですね、おそらく、YouTube が大好きな僕が見ているという限りですね、ちょっと運営からちょっとめんどくさがられてます。
なんだ、見てたらわかるんです。僕ね、見てたらわかるのよ。なんとなくわかるんですよ。再生回数の動きであるとかですね、もろもろね、なんだろう、急上昇に上がるかどうかですね、いろんな方、アルゴリズムがあるんですよ。それをね、僕結構好きだから見てて、なんとなく感覚でわかるんだけれども、ちょっと乾杯延長まずくなってきてる可能性あります。そんな感じでですね、もうね、個人が運営してるチャンネルまでですね、なんかおかしなことになってきてるんですよ。ね。で、なんでこんなことをするのか。はい。なんでこんなことをするのか。これね、大紀元さんがですね、挙げてくれているですね。はい。これね、中国共産党でも同じことが起こっていると僕言いましたけれども、中国共産党ではですね、もっとえげつないことが起こりまして、中国共産党の圧力によってですね、なんと3000万人のフォロワーを持っているインフルエンサーの事務所が閉鎖に追い込まれました。3000万人ですよ。ヒカキンとかですね、はじめ社長ですらですね、まだやっと1000万人超えたくらいですよ。彼らの3倍。まあ、人口が違うからですね、じゃあもう人口比率で言うとですね、だいたいま、10分の1くらいでしょ、日本って、アメリカ、中国のね。で、であればこれ300万人のフォロワーを持っているインフルエンサーということですよ。で、300万人のね、インフルエンサーを持って、登録者を持っている、こう政治的な発言をしている YouTuber って誰かなって考えたらですね、中田のあっちゃんですよ。お笑い芸人の中田のあっちゃん。あの方が多分300万人くらいだったはずなんですよ。ね。中田のあっちゃんが突然ですね、YouTube チャンネルがバンされる。そのくらいの衝撃が今ですね、中国に走っています。で、なんでこんなことをするのかということなんですよ。で、これね、日本のマスコミとか野党がですね、なぜこんなに個人のインフルエンサーを攻撃するのか、その理由と全く一緒でございます。中共、洗脳の邪魔。書いてますよね。これ、洗脳の邪魔なんですよ。わかります?はい。セルフメディアが中国共産党の洗脳の邪魔になっている。だからこそこの個人のインフルエンサーを攻撃しているんだっていうような記事なんですよ。これ後で読んでいくけどね、これめっちゃ面白いですよ。まさに日本のマスコミや野党がやろうとしていることと同じことを中国共産党がやってるんです。セルフメディアっていうのは要するに SNS のことでございます。はい。Twitter とかですね、YouTube のことでございますよ。Twitter とか YouTube でですね、やたらとですね、人気が出てきてる人間っていうのはですね、これテレビ局がね、やろうとしている洗脳とかですね、野党がやろうとしている洗脳とのね、邪魔になっちゃってるんですよ。だからなんとかしてこいつらを潰したいというのが彼らの目標なんです。そんなバカなとはね、テレビ局が洗脳なんてするわけないじゃないか。それは考えすぎだよっていう方いらっしゃいますよね。はい。テレビ局はですね、私たち洗脳していますと宣言をしたことがあるんですね。ちょっと見ていこうか。どこだっけ。はい、ありました。はい。TBS 井上博士相談役。この方ですね、TBS のですね、偉い方なんですね。株式会社 TBS、TBS テレビ、代表取締役会長歴任者ですね。もうテレビ局の王たる王、もう王中の王でございますな。うん。このですね、井上博士、TBS のお偉い方、一体過去にどんな発言をしているのか、これ見ていきましょうか。はい、いきますね。まず1998年、TBS 副社長時代に何を言っていたんでしょうか。これですね、テレビは洗脳装置、嘘でも放送しちゃえば、それが真実。知ってる?これ、びっくりでしょ?うん、これね、俺が言ってるんじゃないですよ。この TBS の副社長時代の井上さんが言った言葉ですよ。テレビは洗脳装置である。嘘でも放送しちゃえば、それが真実。あんたは、中国共産党なのかな、はい、中国共産党の記事で、タイトルだけちょっと見ときます。タイトルだけもう一回見る。はい、いきますよ。中国共産党洗脳の邪魔。中国共産党洗脳の邪魔。はい。ということでございますよね。はい。TBS がですね、思っているのはですね、洗脳の邪魔だと。最近のネットメディアはですね、我々の洗脳の邪魔だって思っていることですね。で、これだけじゃないんですよ。びっくりする言葉いっぱいあげてるから、いきますよ。2003年何を言ったのか、はい、いきますよ。どこだっけ。あ、これですね。日本人はバカばかりだから、我々テレビ人が指導監督してやっとるんです。はい。すごいね。何様なんだろうね、この人ね。これだけじゃないんですよ。はい、いきますよ。これね、入社式で新入社員に対する訓示として、君たちは選ばれた人間だ。つまりテレビ局に勤めている人間は選ばれた人間であると。君たちはですね、報道によって世の中を動かす側の人間であると。はい。対してですね、一般国民はですね、我々の情報によって動かされる人間であると。はい。わかりますか。日本はですね、選ばれた人間によって白にも黒にもできると。我々次第で、日本はですね、黒くもなるし、白くもなるんだよというですね、もう極めて思い上がっている。ね、たかだかですね、そこそこ人気企業にですね、の面談に受かっただけの人間のくせにですね、なんだか選ばれた人間とか言ってるんですよ。ね、これがですね、日本のマスコミの正体でございます。これ僕ですね、リツイートをしてですね、僕もですね、もともとマスコミの、広告代理店にいてですね、こういうですね、TBS とか日テレとかにもね、毎日のように言ってることがございました。はい、私もこっち側の人間でございました。だからね、テレビ局のおっちゃんたちはよく知ってます。よく知っておりますよ。うん、なぜならですね、ある、キー局のですね、お偉い方とお酒を飲んでいてですね、
その愛人の家まで私送っていったことがございます。そのお偉い方はですね、六本木のマンションでですね、ね、愛人の元モデルのね、愛人の子にですね、方にですね、自分の子供を産ませていました。あ、本当だよ、これ本当なんですよ。すんげえでっかいマンションでした。もうね、あのね、でっかいマンションみんな行ったことある？あのね、もうどこが正面入り口かわかんねえんだよ。わかんねえんだよ。もうタクシーのうんちゃんもちょっと迷ってました。本当、そういうマンションでですね、自分の子供を産ませるというようなことをやっていたですね、某キー局のですね、お偉い方、今は何をやっているのかな？ちょっと調べてみたら多分偉い方だからね、どっかに名前はあると思うんだけどね、後で調べてみよう、調べてみよう。あの時あった、あの赤ちゃんですね、生きていたら、生きていたら、まあ生きてると思うんだけど、赤ちゃん生きていたらですね、もう小学校高学年くらい？相当前だから。あ、でもいやいや違うわ。中学生だ。あ、もうワンチャン中学生になっております。元気かな？あの子、名前言っちゃったら大変なことになっちゃうけど、ちなみに元モデルの名前も俺覚えてるからですね。多分その子のフルネームわかりますからね。もし私に何かあった時ですね、私が持っているマスコミの情報を全部暴露してですね、潔く散りたいと思っておりますので、期待しておいてください！まあ、どうでもいいよ。こんな感じでですね、これね、テレビ局の人間っていうのはね、思い上がってるんですよ。もう一回行きますか。テレビ局の人間何を言ったのか。はい。相談役、テレビは洗脳装置である。嘘でも放送したら真実です。はい。私が日本を支配する、すごいな、すごいな、これ中二病なのかな、で、日本人はバカだからテレビが監督、指導監督してやっとるんだと、我々は選ばれた人間であると、世の中を動かす側の人間であると、日本は選ばれた人間によって白にも黒にもなるんですということを言ってるわけですね。はい、テレビ局が選ばれた人間、これはですね、もう一昔前はもしかしたらそうだったのかもしれない、もうすごく権力持ってましたからね。でも今はですね、もうネットメディアにボコボコに打ち負かされてですね、新聞はもう完全に沈没しましたね。そしてね、テレビもですね、今沈没しようとしているということがね、分かってないのかな。もしくはそういう状況が分かっているからこそですね、なぜだ、なぜ選ばれたはずの人間の我々がですね、こんなに沈没そうになってるんだと。あ、ネットか、ネットメディアか、あのネットでわーわー言ってるインフルエンサー、確かあいつらの、あいつらに時間を費やしているせいでですね、我々にですね、我々の番組をですね、多くのバカな国民は見てくれないじゃないか。よし、インフルエンサーをぶっ潰せということでですね、この脱皮さん問題なんかでこう繋がってきてるわけですよね。はい、わかりますかね。テレビ局とか野党はですね、これね、日本人を洗脳してしまえばよろしいんだと思っているわけでございますよね。それにとってですね、我々が邪魔なんですね。負けちゃいけない、負けちゃいけませんよ。こんな中国共産党とですね、同じようなことをやってる奴らとね、負けちゃいけないよということですね。で、ね、これ読んでいきたいのがですね、あ、まあ、まあ、この辺は言ったよね。読んでいきたいのがさっき見てたですね、これ、ね、大企業さんがですね、見事に取り上げてくれた中国共産党のやり口。で、珍しいことにですね、日本のマスコミはなんか中国のですね、ことを代弁ばっかりしているということをよく我々言うわけですけれども、今回ですね、この中国のメディアがですね、なんとですね、日本のマスコミのやり口を暴いてくれました。これね、もう日本のマスコミがやってることと全く一緒だから読んでいったら多分ね笑っちゃうと思いますよ。皆さんちょっと読んでいきましょうか。いきますね。中国共産党洗脳の邪魔、3000万人のフォロワーを持つですねインフルエンサー、これねパピちゃんという方、この方の本当有名な方だから僕ちょっと知ってました。パピちゃんがですね、なんと事務所閉鎖に追い込まれてしまいました。はい、いきますね。中国で絶大な人気を博しているインフルエンサーパピちゃん、これ34歳のこの女の子、この子がパピちゃんなんですね。パピちゃんがですね、このほど事務所を閉鎖したことが分かりました。背景には中国当局、中国共産党がですね、ネット上で影響力のある人やセルフメディアに対する締め付けを強めていることがありますと。はい、パピちゃんのことですね、この名前なんていうかよくわからないんだけど、パピちゃんはですね、中国のですね、芸術、演芸芸術専門大学の卒業生であると。そしてですね、2016年、彼女はネット上で日常生活を題材にですね、ショートムービーを投稿し始めて、動画の中で彼女は変音機でですね、自分の声を変えて、日常出会ったことを独自で語ってですね、たちまち注目をされるようになりました。で、同年の3月、日本国内の、中国国内のですね、投資ファンド、新格基金など4社はですね、このパピちゃんにですね、総額、なんと2億2200万円をですね、出資したと。すげえな。こんなことあるんだね。誰か僕にも出資して、いや、それはいいや。で、7月、パピちゃんはですね、事務所をですね、設立をしましたと。でですね、中国版のツイッターのウェイボーではですね、このパピちゃんのフォロワーは現在ですね、なんと3000万人おるということで、もう3000万人ってすごいな。もう国が作れちゃうよね。で、中国企業情報サービスアプリによるとですね、今月11日現在ですね、この事務所はですね、廃止になっているそうでございます。原因はですね、会社側が解散を決めたためだというと。しかしですね、このパピちゃんのファンらの間ではですね、憶測が飛び交っているそうでございます。一部の方はですね、パピちゃんが事務所を撤廃したのは、当局、中国共産党当局のですね、締め付けを回避するためだと推測をした。これね、間違いないと思います。最近の中国共産党ですね、これ個人の YouTuber だけではなくて、SNS そのもの
にもですね、ものすごい締め付けをしていてですね、この間リンクトインがですね、これね、中国を出ていったっていうのは有名な話ですよね。はい。中国当局はこのほどですね、芸能界への取り締まりを強化して、芸能人の脱税や不法行為、モラル問題などを相次いで摘発をしてですね、当局の基準を満たさない芸能人をですね、業界から排除していると。これ要するに影響力を持っている芸能人をですね、どんどん排除していっているということですね。で、有名芸能人やアイドルのファングループも取り締まっていると。9月にはですね、中国当局はですね、インフルエンサーの排除方針を打ち出しました。わかりますか？これ、立憲民主党がですね、ネトウヨを排除するって言ってるのと同じような方針を打ち出したわけでございますよ。これ、立憲民主党がですね、これ政権取ったらですね、おそらく我々政治系 YouTuber はですね、完全に駆逐されてしまうでしょうね。もう我々だってでかい声で吠えてるだけでございますからね、実際の権力を持ってる奴らには叶いませんからね、残念ながらね、はい。中国法学者のですね、よりさん、これよりさんで言うのかな、私はですね、この新東人のテレビに対して、パピちゃんは国内で非常に高い人気を得ており、強い影響力を持っていると、本人からこの収益性の高い事業を辞めたとはとても思えないと、これどう考えても中国当局に辞めさせられたとしか説明がつかないんだと語ったと、これも当然そうですよね、はい。セルフメディアが中国共産党の洗脳の邪魔に、これ言い換えるとですね、セルフメディアが、マスコミと、中国、マスコミとですね、日本共産党と立憲民主党の洗脳の邪魔にというようなことでございますよ。はい。中国国家発展改正、改革委員会はですね、8日、参入を制限するセクターを定める2021年度版、市場参入ネガティブリストを発表しました。同リストはですね、非公有資本はですね、軍事や政治などに関する報道の取材、編集、放送を行ってはいけないと規定しましたと。これ要するにですね、我々のようなですね、個人のインフルエンサーというのはですね、一切政治や軍事について語るなと。ね、我々政治家を非難するなと。軍事のことについてもですね、防衛費を 2% にするんだとかですね、言った瞬間にバンするぞというようなお話の法律が決まったということなんですよ、中国では。ね、これ立憲民主党がですね、政権取ろうもんなら、これ同じことしますよ。同じことしますよ。はい。表現の自由とか、あいつらはもう頭に全くございませんからね。うん。で、カナダ在住の中国人作家のね、聖氏でいいのかな。聖氏はですね、中国当局はですね、同政策を通じて当局に従わないインフルエンサーやメディアを徹底的に締め出す目的があり、全てのセルフメディアを排除する狙いもあると述べたと。はい。これは立憲民主党とかですね、あとマスコミが目指しているところだよね。政治はですね、情報統制を続ける中国当局は、党の報道機関ではないセルフメディアをですね、信用したことがないと指摘をしたと。このより氏はですね、中国当局はインフルエンサーやセルフメディアのファンが増えることを承知しないと示した。はい。当局にとってインフルエンサーらはですね、官製メディアの資源を奪っているなと。はい。視聴者がですね、インフルエンサーやセルフメディアの投稿に多くの時間を費やすと、誰もですね、官製メディアの報道を見なくなると、国民に洗脳を行うというですね、当局の目的は達成できなくなるのだというですね、これまさにこちらでございますな。まさにですね、これね、TBS さんが目指している世界がですね、これインターネットの発達によってできなくなっちゃってるよということですよね。これ全く同じことをですね、中国のメディアが言っているんですよね。わかります？日本のマスコミと野党がどんだけ中国共産党と同じことをやってるかって、この一文だけでこれわかるでしょ。でですね、河南省のですね、税務省はですね、今月の上旬、なんとですね、地元に住む一人のインフルエンサーに対してですね、約1億7000万円のですね、税金を追加徴収したと。恐ろしいね。というか何？中国のインフルエンサーでこんなに儲けてんの？マジ？うん。中国国内ではですね、当局は芸能人に続いて、今後インフルエンサーに対してもですね、税金の追加納付を強いる可能性が高いとの見方が広がっていると。はい。来ましたね。これね、芸能人がですね、随分締め付けられてっていうのはですね、これ数ヶ月前から知ってますけど、今度はですね、ネットで活躍しているインフルエンサー、ここにも締め付けの手がですね、中国の共産党の締め付けの手が伸びてきていると。これは間違いなく日本でもですね、これね、立憲民主党なんかがですね、あれ、これね、権力を持とうもんならですね、全く同じことが起こりますよ。ね。だって立憲民主党って日本共産党と手を結んでるんですよ。ね。まあ、共産主義対民主主義なんていうことがですね、今回の選挙で歌われていますけれども、まさにそんな感じだよね、これね。はい。でですね。聖書はですね、中国の有名芸能人やインフルエンサーは、自らは特別だと思っているかもしれないが、実は国民と同じく中国当局の搾取の対象であり、いつまでもにらがり、ネットスラングとかですね、搾取の意味ですね、をされると指摘をしたと。2019年の12月、台湾の人気 YouTuber、ハトコウオウさんでいいのかな、はですね、蔡英文総統とイベントに参加をした動画を投稿しました。はい、動画の中でですね、このハトコウオウさんはですね、蔡英総統に対してですね、総統と呼んでいました。ハトコウオウさんのですね、動画をですね、中国国
国内で配信する企業はですね、この鳩久王のこの動画をですね、問題視したと。同社はですね、この鳩久王さんに対してですね、動画を削除しなければ、契約を解除すると圧力をかけたと。同社はですね、このパピちゃんの参加企業であるというお話でございます。というわけでですね、これから間違いなくですね、テレビ VS インフルエンサー、この戦いですね、熾烈になってくると思います。熾烈になってくると思います。これ間違いないと思いますよ。今ですね、さっきも言った通りですね、及川さんがちょっと追い込まれています。そして、あとはクロスさんもですね、いや、ね、ちょっとね、いろいろ言いがかりをつけられました。そして、ダッピさんはですね、これ帰ってこれるかどうかわからない状況になってきています。で、この先ですね、どうします？個人のインフルエンサーに話が来たら。これ次来るのって下手したらですね、カイラキさんの可能性とかあるんですよ。もう、ネトウのパパといえばカイラキさんでございますからね。もうカイラキさんがもう万が一のことがあったらですね、もうですね、もう俺騒ぐぞ。もうガチ騒ぎするからね。まあ、覚悟しとけよ、テレビ局。という感じでですね、これからですね、これ、私もね、これ、そういうのと関係ない方はですね、これね、楽しんでください。これね、ある意味ですね、これテレビ局の断末魔だから。テレビ局の断末魔ですから。中国共産党はですね、まだガリガリの力を持っておりますけど、今、日本のマスコミなんでですね、もうこういう情報ね、これですよ、日本のマスコミ見て、これを見た上でまだ TBS なんか見ようと思いますか？ね、テレビは洗脳装置です。嘘でも放送したら真実です。こういうことを言ってる奴らがですね、これトラモンドニュースを攻撃してるわけですからね。これを、この二つをですね、これ結びつけしまおうぜ。この二つを結びつけちゃったらですね、テレビ局ってさ、自分たちのさ、テレビをさ、洗脳装置でしょ、見てるんでしょ。しかも日本人はバカばっかりだから、自分たちが導いていかなければならないとか、なんか気持ち悪いこと、なんか宗教じみたこと言ってるんでしょ。そんなテレビ見たくないよねというですね、こういう言説をですね、皆さん広げていってください。で、このね、これをですね、こう言っていかないとですね、僕たち潰されちゃいますからね。僕たちほんと潰されちゃいますからね。というわけでですね、これね、日本のマスコミと野党っていうのはですね、これ中国共産党とは全く同じことを言っていますからですね、これ信用してはいけませんよと。またですね、マスコミのやばい情報をですね、どんどん仕入れてですね、ガンガン私ですね、これ YouTube で流していってやろうと思いますからですね、もうテレビにとどめさそうぜ。もうマスコミに、我も今、もうこいつらの、あれですよ、中国共産党と違ってですね、何回も言うけれども、マスコミなんで今ですね、もう視聴率は取れねえわ、新聞は全然部数は伸びねえわですね、もう悲鳴上げてるわけですからね、もう我々です。もう喧嘩売ってくるんだったらですね、もう我々ですね、とどめさせてやりましょうぜ。ということでですね、久保さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。